今日はですね、顧客獲得の、具体的なステップという話を前段させていただこうと思うんですけども、いわゆる商品が売れてしまう魔法の心理法則と、いうことでして、実際これからね、ビジネスをして自分だけのオリジナル商品を作って販売していきたい、今すでにビジネスをやってる、もっと売り上げ上げたいという方もですね、結局のところですね、何をすればいいのかっていう本質的な今日お話になるんですけども、お客さんにですね、皆さんだったら商売をしているわけなので、商品買ってもらうために、何をすればいいのかっていうことなんですけども、これは僕が常々いつも言っている通りですね、お客さんに商品を買ってもらうために絶対に今すぐできることというよりもですよ、もう絶対にこれやらないと死ぬよっていうぐらい超重要なことがあるわけです。ビジネスではこれをできてないと死にます、正直言ってっていうやつがあるんですね。それが何かというとですね、ちょっと言葉難しいんですけども、ビジネス成功ってのはもうリストビルディングがもう全てですということです。で、これをリストっていうのは具体的に何かというと、見込み客リストですよね。見込み客リストっていうのは、リストってのは2種類あるんですけども、自分の既存のお客様の連絡先。で、もう1個が、自分に興味がある、もしくは自分の商品を買ってくれる可能性があるお客様の連絡先ですと。で、基本的にはこの連絡先、見込み客リスト、をどれだけ集められるかっていうのが、売り上げを最大化するためのポイントであるっていう話で、うちとかもね、年間3億以上売り上げありますけど、うちは大体顧客リスト3万から4万リストぐらい持ってるんですよ。だから結局3万リストあるから、売り上げ3億って話なんですよね。で、これがいわゆるですね、リストのないビジネスっていうのはビジネスじゃないというふうにですね、いわゆる DRM、ダイレクトレスポンスマーケティングっていう、2000年代にアメリカでめちゃめちゃ流行ったオンラインビジネスで、マーケティング手法があって、それを日本に持ち込んだ神田正則さんっていう人もね、結構本出されてますけど、その DRM の、先駆者とも言われる、中小億万長者メーカー、米国のオンラインビジネスフリーランスで一万億万長者を生み出した人と言われている、このダン・ケイリーってマーケッターですね、もう言ってるぐらいの言葉があるわけですよ。で、リストビルディングっていうのはね、もっと分かりやすく言うと、もう結論 LINE アット、今だったら公式 LINE って、LINE 公式アカウントって名前ですけども、のお友達もしくは読者ですと。で、僕個人でもですね、LINE アットの読者って今2万5000人近くいるんですよね。で、この LINE アットってのが、簡単に言うと100リストあれば100万円という売り上げになるよっていうのが、基準値としてあるという話なんですけど、それぐらいこの見込み客名簿ってのはすごい重要です。なぜかというと、見込み客名簿があれば、何回でもお客さんと連絡先、連絡取れるわけですよ。アプローチできるから、何回でも営業かけられるわけですよ。だから、売り上げが安定するわけですよ。で、特に、リストがやってなくて、私なんか口コミだけで売れてるんですよねっていう人は、急に売り上げゼロになったりします。でも、見込み客リストがある人っていうのは、何回でも、いつでもセールスをかけられるお客さんがいるから、常に売り上げってある程度安定するわけですよ。調子が悪くても、今月月100万切らないみたいなね。っていう状態を持っていくことができるわけです。で、さらに言うと、リピートとかもね、つながる。うちの、もう昔卒業生の方でね、加藤さんっていう、美容室を経営されてる女性の方がいて、彼女とかもね、LINE とかで実際に配信をしっかりやっていって、そこからね、どんどんお客さんリピートになってきたり、挙句の果てには1配信、一撃配信だけで新規のお客さん11名から予約の電話がもう翌日の朝入るみたいな、状況を作れたりするわけですけども、これってのはね、やっぱ江戸時代の呉服屋さんの話って話があって、どれぐらいこの見込み客リスト重要かっていうと、江戸時代の商人って言いますよね。江戸時代の商人。江戸時代の商人っていうのは、家が火事になった時に、家にある現金1000万円と顧客名簿台帳があって、どっちかしか持って逃げられないってなった時に、もう迷わずに現金1000万、捨ててでも見込み客名簿台帳ね、見込み客名簿台帳だけ持って逃げたっていう話があるぐらい、この見込み客名簿、LINE アット今だったらリストですよ。これがあれば、人も貸しもらったらメールマガジンのリストとか、これがあれば、いくらでもお金を生み出すことができるという話になるわけですよね。それぐらいこのリストってめっちゃ重要ですということです。これまず皆さん覚えておいてほしいなと思ってて。で、商品をね、売り上げ上げるためには何をしなきゃいけないかっていうと、お客さんに階段を登ってきてもらわないといけないよっていう話があるわけですよ。イメージとしてはこうですよね。これが LINE アット。まずはインスタから、LINE アットにゆくゆくは誘導していって、LINE アットから販売につなげていくって流れなんですけども、LINE アットっていうのは、ここがね、階段のこの人今2段目にいますけど、この段階っていうのは、この人はね、じゃあこれ僕の LINE アットが階段だったとしたときに、誰かさんが僕の LINE アットに登録してくれた人がいますと、ここにね。で、この時点の1段目、2段目、3段目の人っていうのは、そもそもあんた誰状態なわけですよ。この人っていうのは、来たのって誰やねんと、ね、この若造誰やと、いう状態なわけですよ。でもそこからしっかりとこの配信を行っていくことによって、この人の配信ちょっと勉強になるんじゃないのみたいな。
でちょっとずつ興味持ってもらって、で階段の上まで来てもらえたら、もう、あ、もう今すぐ北野さんの商品買いたいですみたいなっていう流れになる、持っていくことができるわけですよね。でこれがまあ結構 LINE アットの配信の威力だったりするんですけども、ここでね、皆さんに重要な、まあ、そのマーケティングの、まあ、まず1個目のポイントをお伝えしたいんですけど、人は〇〇にならないと絶対にあなたの商品を買わないっていう話があります。いわゆるファンですよ。人っていうのはファンにならないと絶対あなたの商品って買わないんですよ、絶対に。でこれね、どういうことかっていうと、じゃあ結局今ね、YouTube とかで、例えば有名なところで言うとね、M なり社長さんとかね、まこなり社長さんとか、まあ、結構、なんで M なりって言ったのか分かんないですけど、まこなり社長さんってすごいじゃないですか、YouTube で、今、90万人登録ぐらいいて。で、まこなり社長さんって、まあ、結構プログラミングのね、スクールとかをメイン事業として販売してるわけですけども、でも、YouTube の内容っていうのは、基本的に、自分のファンになってもらうような動画をいっぱい出してるんですよ、彼はね。で結局のところ、例えば YouTube とかもそうし、インスタとかでも自分のファンのフォロワーがガッと増えてくれば、ぶっちゃけ何言っても売れるような状態になるんですよ、結論から言うとね。そうだから、結局ファンになってしまえば人は何でも商品を買っていただけるということになるわけですよ。ってなった時に、じゃあファン化するにはどうすればいいのかっていうと、これが結局今日のね、ポイントの2つ目、まず1個目は人はファンにならないで商品を買わないで、2つ目っていうのが、じゃあファン化させるために何が重要なのかっていうと、これがね、もう本質これなんですよ。もう単純接触回数が全てですということですよね。単純接触回数が全てですと。人っていうのは、まあ、ザイオンス効果 3.5 回の法則って言葉もありますが、まあ3回から4回その人のこととかそういった情報に触れることによって、まあ親近感を覚えたりとか、効果行為を抱くという法則があるわけですよ。だから、まあ僕がね、これを皆さんが SNS で取り入れていくためにはどうすればいいかっていうと、例えば日々のね、まあインスタグラムとかもそうだし、LINE の配信とかもそうですけども、僕も結構ストーリー毎日ちゃんと上げてますけど、なんで僕らがね、LINE の配信ちゃんと毎日やろうねと、インスタちゃんとストーリーやってるとかね、なんでこういうこと言ってるかっていうと、結局、ストーリーで今日も北野さんのことを見た。で、僕は1日4回とか上げたりしてるんで、4回僕と接触する回数が半強制的に作れるわけですよ、フォロワーの人とね。で、これでやっぱ接触回数を築いていくっていう、この日々の蓄積なんですよ、信頼っていうのはね。で、それが資産になります。で、LINE の配信もそうです。いや、私月2回しか LINE 配信してないので、いや、もったいないです、本当に。そう、頻度増やすだけで売れますからね。まあ、ちゃんとした配信ができていればってことですけども。で、ホーム投稿もそうですよね。あと、営業もそうです。これね、僕自身が昔ですね、300リストで売り上げ800万いったとき、心理コーチフリーランスのときやった話あるんですよ。で、なんで300リストで800万の売り上げ上がったかっていうと、僕はね、そのときどうやってたかっていうと、もう電話営業を、普通の人って一発目の営業ですぐクロージングしてセールスかけるんですけど、まあ、僕の場合って3回に分けてやってたりしてたんですよ。もう本当に5分電話とか10分電話とか15分電話でも電話の回数をとにかく分ける。で、もういきなり売らないみたいなね。で、とにかくこうやって回数を重ねていって信頼関係を構築していって、で、興味があれば提案するっていう形でやったらすごい売り上げ上がったんですよ、少ないリストでもね。っていう話があって、全てはもうこの接触回数で決まるということになるわけですよ。これができれば、例えば1回営業して売れなかったお客さんも実は2回に分けて電話してたら売れたって全然ある話なんですよね。そうそうそう。で、僕がいつも言ってるのは、これね、結局のところビジネスってのは恋愛と一緒であるということなんですよ。まあ僕は別に恋愛カウンセラーでも何でもないですけども、これね、昔メンタリスト DAIGO さんがライブかなんかで言ってたんですよ。で、ある雑誌のですね、恋愛の系の女性向けの、アンケート結果があるんですよ。恋愛系のね、コラムの。で、それによるとですね、よくカップルが成立する時期っていうのがあるんですよ。で、告白の成約率が最も高い時期っていうのは、男女が出会ってから何ヶ月以内かっていうデータなんですよ。で、それアンケート取ったところ、大体告白が成就した確率が、これね、一番高かったのは、もう出会ってから3週間以内に告白した方が、もう成約率が一番高いわけですよ。で、1ヶ月過ぎるともう友達ゾーンに入っちゃって、なかなか告白が決まらないみたいなね、感じになってくらしいんですよ、そのデータによるとね。そうそうそうっていう話があって、これってね、やっぱビジネスも近いところがあって、例えば、ね、恋愛とかもそうじゃないですか、気になる人がいたら、まあ、連絡先交換してってなりますよね。じゃビジネスだったら、LINE アット登録してねってなるわけですよ。で、連絡先取れるようにしておいて、そこで信頼関係を構築していって、まあ、LINE とかでも、まあ、大体3週間からまあ1ヶ月半ぐらいのスパンで、まあ、全く興味なかった人が、もう今すぐあなたのところ行きたいですって状態に持っていくことがまあできますよということなんですけども、恋愛とかもそうじゃないですか。僕は恋愛コンサルタントではないんで詳しくは分からないですけど、まあ、やっぱりね、
最初1ヶ月いい感じだったけど、そっから2ヶ月なんもないと、やっぱりなんだろう、友達ゾーンに入っちゃったりとか、まあビジネスだったら、ね、最初はちょこちょこ配信をしていたけども、なかなかそこからならないになってくると、見込み、この人が商品買おうっていう風にならなくなっちゃうとかね、まあっていう話があります。まあ LINE アットも、やっぱり半年以上経ってるリストとかっていうのは、まあ売り上げが上がりにくかったりするんですよ。っていうのがありますので、まあ、基本的に本当にビジネスってはね、恋愛だっていうのはすごいこれぐらいシンプルに考えてみてほしいんですよね。そう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 。なのでまずいね、この皆さんも日々の継続ですよ。接触回数がすごい大事だから、ちゃんと毎日ストーリーやってねと、で LINE 配信ちゃんとやってねとね、営業もちゃんと電話を分けるんだよと、まあ、いうのをね、まあ、これからまた詳しくやっていきますけども、ぜひね、押さえておいていただけたらいいなというふうに、思います。ということで、今日のね、話の、まあ、まとめると、まず、人はファンになるので商品を買わない。そして、ファンになってもらうためには接触回数が全て。で、これが本当に売上成功率ガッと上がりますんで、ぜひね、試してみていただきたいなというふうに思います。